皆様こんにちは。現在私はグラントセントラルターミナルの駅構内に立っております。今回は皆様を夕暮れ時のマンハッタンにご案内したいと思います。グランドセントラルからはニューヨークの近郊に向かう電車が出ております。路線は3つあります。そのうち2つはニューヨークステート内、もう1つはコネチカットに向かいます。ご覧のように駅構内の天井には星座が描かれておりまして、特に夜はライトアップされて非常に美しいです。グランドセントラルの地下1階には有名なオイスターバーがありまして、コロナ禍で長く休業していましたが、ようやく9月から再開しております。今42丁目に出てまいりました。42丁目はマンハッタンを東西に結ぶ幹線道路です。今私は東から西に向かって歩いております。グランドセントラルの隣にワンバンダービルトという新しい高層ビルが建ってまして、10月21日にこちらの上層階に床がガラス張りの新しい展望デッキができる予定です。こちらに見えてますのはクライスラービルディングです。そしてその左隣にメットライフビルディングが見えてます。
ちらはマジソンアベニューになります。こちらが5番街になります。こちらの建物はニューヨークパブリックライブラリーです。
して図書館の隣にあるのがブライアントパークになります。今ちょうど映画が上映されているようで、こちらの映画は無料となっております。こちらが6番街になります。こちらがブロードウェイになります。
そしてタイムズスクエアが見えてまいりました。ここで例年年末にカウントダウンが行われます。少し見えづらいですが、上にミラーボールが今光って見えています。この建物の中に昔ニューヨークタイムズの本社があって、それでここがタイムズスクエアと呼ばれるようになったということです。ようやくブロードウェイミュージカルも再開されておりまして、そこに見えてますライオンキングも9月14日より上演されております。
ロードウェイミュージカルの再開に伴いまして、そこにあります当日券売り場も再開しております。当日券売り場では、当日座席に余裕のあるミュージカルのチケットが売り出されます。通常ディスカウントで売られてまして、3割引きあるいは5割引き、場合によってはそれ以上というチケットもあります。ブロードウェイだけではなくて、オフブロードウェイのミュージカルのチケットもここで買うことができます。7番街を北に向かって歩いています。そこに見えてますのはチョコレートの M&M のお店です。49丁目の角を右に曲がって、今度は東に向かって歩いていきます。
そして6番街に戻ってきました。こちらにネオンサインが輝いているのはラジオシティミュージックホールです。ラジオシティでは例年クリスマスシーズンに行われますクリスマスショーが有名です。こちらに見えてますのがロックフェラーセンターになります。今裏口の方を見てまして、後ほど正面に回ります。ロックフェラーセンターの中には三大ネットワークの NBC のスタジオがあります。人気番組のサタデーナイトライブもここで収録されています。また NBC のスタジオツアーや上層階には展望台もあります。右手に見えてますのはオークションハウスのクリスティーズになります。こちらの1階にも NBC のスタジオがありまして、ここでは毎朝 NBC の Today というモーニングショーが収録されています。こちらは FAO シュワルツというニューヨークで有名なおもちゃ屋さんです。クリスマスになるとこの場所に大きなクリスマスツリーが設置されます。現在はニュージャージー出身のアーティストの作品が展示されております。
セントパトリックス大聖堂が見えてまいりました。そして5番街に戻ってきました。そして正面に見えてますのが高級デパートのサクスフィフスアベニューになります。こちらがロックフェラーセンターの正面になります。正面、少し見づらいですけども、エンパイアステートビルディングが見えてます。こちらがダイヤモンドディストリクトになります。
42丁目に戻ってきました。正面に先端部分が非常に美しいクライスラービルディングが見えてきました。皆様ご視聴いただきどうもありがとうございました。よろしければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。